どうもこんにちは。ついにね、キメラザディが出てしまいましたね。半分がね、赤で、半分ではないか、10分のね、4ぐらいがなんか黒っぽいですね。黒っぽいっていうか青っぽいの、グレーかな。はい、そんな感じのザリガニが生まれてしまいました。で、母親はね、レッドザリガニとゴーストザリガニをかけて生まれた、まあ、レッドっぽいザリガニですね。で、その子とね、あのレッドのね、父親をね、合わせて生まれました。確かこういうザリガニが生まれる可能性って確か1万分の1だっけ。まあ、この調子でね、ザリガニを増やしてればいつか見れるんだろうなと思ってたけど、結構早く見れましたね。ね、早速飼育環境を立ち上げました。なんかこのゴミみたいな腐葉土ですね。ザリガニの幼体にはね、自分は腐葉土とかをね、あげて、あとはアカムシとか人工餌をあげてますね。まあ腐葉土があればね、いつでも餌を食べることができるんで、その分早く成長します。まあとりあえずこの子はね、生体になるのは多分まあ2ヶ月3ヶ月後ですかね。まあその時までちょっと楽しみに待っておいてください。というわけで今回の動画はこの辺で終わっていきます。